高運寺門前高雲寺は、京都市北区雲家畑中畑町にある臨済州、永元寺派の寺院である。三号は、九竜山。本堂、門徳天皇の第一王子であった、これ高新王は、後位争いに敗れて、平安系を去り、郊外の山中に陰性するとともに、転々とした。その晩年の隠性地の一つである、高雲御所を、869年に親王が、 落職した際に寺院にしたと伝えられる。当初は、新聞州寺院として栄え、里人が集まって洋局、洋曲田村を奉納したり、寺に棺桶を近づけないなどの風習があったとされる。文政年間に、大見国営元寺の末寺となり、臨済州に転じた。毎年8月24日の午後8時頃に、雲家畑で谷町と中畑町の2カ所で行われる。 約4メートル四方の矢倉を組んで、松明を文字の形に取り付けて点火するものである。元はこれた家臣脳を慰めるための行事であったが、今は日よけと五国宝上を祈願するあたご信仰の喧嘩行事として行われている。文字は毎年異なり、準備一切を任される弱中会を除き、点火されるまでどの文字に選ばれるかは秘密にされている。 1983年に京都市の無形民族文化財に登録された京都市北区茂木畑中畑町190ありがとうございます。